こんにちは。我々、岡山からやってまいりました。青と申します。岡山県、皆様知ってますでしょうか。きびだんごが有名です。我々、浦社というのはですね、まあ桃太郎の元となった裏伝承というところから来てるんですけれども、まあその裏伝承のストーリーに沿って、まあ、我々演舞していくわけです。きびだんごはちょっと持ってきてないんですけど、精一杯踊らせていただくので、皆様手拍子、足拍子、おっころ拍子、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではさあ、やってらっしゃい、見てらっしゃい。これからお届けするのは、きびの患者、浦を祭る物語。舞台となるのは、きびの祭り。皆様、どうぞ、ご一緒に。遥か時代の波を越え、日々の国より伝う思い、死してなお国の繁栄を願い、男は言う、我を祭れ。さあ祭りを始めようか。
に健康願顔で、レイ。ありがとうございました。ありがとうございました。